地球温暖化に伴う気候変動に関する情報収集や発信などを行う拠点が岡山県庁に開設され、今日設置式が行われました。設置式では岡山県の佐藤環境文化部長などが看板を掲げました。今月1日に開設された岡山県気候変動適応センターは、国や研究機関などと連携しながら気候変動に関する情報収集や分析などを行い、緩和策や適応策についてホームページなどで発信します。県によりますと、地球温暖化の影響で岡山市ではこの100年で平均気温がおよそ 1.3 度上昇していて、今後対策を講じない場合、県の平均気温は21世紀末にはさらにおよそ 4.3 度高くなるということです。社会的、それから自らの健康、そういうものをきっちりやらないと、なかなかこの気候温暖化には対応できないということがありますので、それをなるべく分かりやすく理解しやすく、ご提供できたらと、それをうまく県民の皆様方に使っていただくということも期待したいと思います。センターでは今後、気候変動に伴う影響などについて啓発していきたいとしています。